はい、こんにちは、公認会計士の武田裕二の終わりの会です。今日は2022年の10月の18日ですね。寒くなってきました。今日もですね、公認会計士が不動産をする理由の第6弾ですね、喋っていきたいと思います。毎回言ってますけど、別にこれをシリーズ化するつもりはなかったんですけども、こう喋り出すといろいろと思い出すことがあって、お伝えしたいことがどんどん出てくるので、思い出してるうちに喋っとかないとね、忘れちゃいますから。ちょっとまた同じ話になりますけど、続きを喋っていきたいなと思います。この終わりの回のこの不動産シリーズで、2回目に物件を見るポイントをお話しして、それから4回目で、投資すべきエリアの話をしましたね。で、3回目と5回目で金融機関のお話をしましたけども、物件を買った後、買う前から準備必要ですけど、買った後すごく大事になることがあって、今日ちょっとその話をしたいんですけども、不動産投資をするにあたって、本当にこう成功か失敗を分けるんじゃないかなと思うぐらいめちゃくちゃ大事だなと思うのが管理会社なんですよね。管理会社を誰にするか、どの会社にするかっていうのがものすごく僕は大事だと思ってます。管理会社って一体じゃあ何をしてくれる人かっていうと、投資されてる方はもう分かると思うんですけども、言ってみれば自分の仕事を全部やってくれる人なんですよ。もう言ってみれば自分の分身ですっていうぐらい全てをやってくれるのがこの管理会社と言われる人たちなんですよね。まずその物件が新たにできたとか、物件を買った時にその募集をしないといけませんけども、その募集を出してくれるのも管理会社ですし、それをね、不動産会社の前にチラシを出すのか、毎速貼り付けるのか、ネットに出すのか、こういうのも全部考えてくれるのも管理会社だし、あと入居者が希望者が来た時に対応してくれるのも管理会社、内覧してくれるのも管理会社、あと気に入っていただいた時に契約書を交わす、その前に入居の審査とかありますよね。そういうのも全部管理会社、あと入居が決まったって時に鍵を引き渡すのも管理会社、さらには入居中の建物の修繕、掃除、定期的なメンテナンス、これも全部管理会社なんですよ。で、退去するって時に対応してくれるのも管理会社だし、苦情なんかもいろいろあると思うんですよね。苦情とか、あとなんかトラブルね、突然水漏れたとか電気つかないとか、いろんなことありますよ。そんなことがあるかっていうぐらい、やっぱいろんなことがね、やっぱマンションって起きますからね。こういうのも対応するのも全部管理会社ですよ。だから皆さんが賃貸マンションお住まいだったらわかると思うんですけども、そのマンションのオーナーの顔なんて普通知りませんよね。名前も知らなきゃ、顔も知らなきゃ、住所も知らないっていう人がそのマンションのオーナーだと思うんですけども、同じように投資をする時も、そのマンションに住んでる方とオーナーである僕が直接会うことなんていうのはまずないわけですよ。一回もないんですよ。それこそ入居者の顔もほとんど知りませんしね。向こうも僕の顔も名前ももちろん知りませんが、契約書見ない限り僕の名前なんかもわからないと思うんですよね。だからその間に立ってくれてはるのがもう管理会社なわけで、もうこの管理会社がもう言っちゃえば自分の分身であり最大のパートナーになるわけですよ。この人が仕事しなければ、もうこの賃貸事業自体全く成り立たないわけなんですよね。で、この逆に言えば管理会社が自分以上に働いてくれる人であれば、もうこの賃貸経営ってもう成功ですよ。それはもう満室にしてくれて、ね、さらには評判も良くしてくれて、でいい状態で次の人に、ね、また引き渡してくれてっていう形でね、非常にいい経営をしてくれるパートナーになるわけですから、この管理会社をどうするかっていうのはものすごく物価大事かなと思いますね。で、じゃあどういう管理会社を選ぶのかっていうのも、これまた非常に難しいところなんですけども、自分で探すのもやっぱ限界があると思うので、やっぱ一番いいのは、その物件を購入した時の仲介会社に紹介してもらうのが一番いいと思うんですね。その仲介会社さん、物件売買の仲介会社さんっていうのはやっぱその地域に非常に詳しい方である可能性が高いと思いますしね。
その地域に密着した管理会社っていうのを紹介してくれる可能性は高いと思いますので、まあ、僕の場合はもうほぼ全てその仲介会社さんから紹介してもらった管理会社さんに、まあ、お願いはしてます。まあ、外れはなかったですね。でその仲介会社さんが管理会社を兼ねてることもあれば、その仲介会社さんと仲のいい、管理会社さんを紹介してくれることもありますけども、まあここってやっぱセットで動いていることが多いと思うのでね、物件買いたいオーナーがいるよっていう話を聞いたら、まあ、その管理会社の社長がバッと出てきてくれて、まあ、僕の分身として一緒に物件購入するところからこう、ねずっと一緒にいてくれるというような方が多いかなと思います。そういうね、もう本当に購入前から自分の分身として動いてくれるような方であれば、まあ、安心して任せられると思いますしね。まあ、地域密着であればその地域のことっていうのは、まあ、自分よりも全然詳しいと思いますから、いろんな提案もしてくれるでしょうしね、まあ、不動産のプロでもあるわけですから、まあ、いろんなことを教えてくれると思いますよ。だから購入前からそういうね、コミュニケーションを取りながら、この人を信頼できるパートナーになれるかなということで、いろいろ話をしたらいいと思いますしね、その不動産のプロですからこちらもいろいろ聞いたらいいと思うんですよ。で、それで、まあ、この人ならもう 100% 安心だという方であれば、お任せするということをすればいいんじゃないかなと思いますね。まあ大手というか、なんか知名度だけが高い日本全国に、拠点がある管理会社っていうのもありますよね。で、僕もね、一度ああいうとこと契約したことあるんですけども、あんまりおすすめできません。これは僕の主観であってね、全てのそういう管理会社がダメっていうことではないと思うんですけども、まあ、やっぱり全国チェーンの管理会社っていうのは、まあ、やっぱ地域に対する精通度っていうのは極めて低いと思いますし、あとやっぱりね、この地域密着の管理会社さんと比べると本気度がやっぱ違うんですよね。これは本当僕の主観ですけども、例えばこの前僕が西宮で購入した不動産に関して言えば、もう買うか買わないか悩んでる段階から管理会社の社長が同行してくれたんですよね。もう相当年上の方なんですけども、まあこの地域のことに関してはもう俺50年やってるからっていう社長なんですよ。だからね、まあ知識だけはすごいですよ。知識だけというか、まあ知識がもう半端ないんですよね。で、まあいろんなことを教えてくれますよ。この地域がどういう地域なのかとか、周りにどういう人が住んでるのか、それこそ隣の家はどういう人なのかってことを、ね、全部知ってるわけですよね。まあ、その地域のことなら、まあ、多分この人が一番詳しいだろうなっていうぐらい、まあ、詳しいわけで、それでずっといろんなことを教えてくれて、このエリアっていうのがどういうエリアか、それが5年後10年後に地下がどうなるだろうかっていうことまで全部教えてくれて、でそういう地域のネットワークっていうのもすごくあるから、まあ、このマンションっていうのは僕は新築で買ったマンションがなんですけど、まあ、多分1ヶ月2ヶ月で全部埋まるだろうとか、そういうことまで全部提案してくれてね。で、まあ、賃料もこれぐらいが適正だよとか、これぐらいまで上げれるよとか、これぐらいで売れるよとか、こういうことも全部その場で買う前から教えてくれるわけですよ。けれども、これが果たして全国チェーンの管理会社がそこまでやるかっていうと、僕はやらない人の方が多いだろうしね。その購入前に管理会社そこに、ね、決めるかどうかっていうのもこう決めかねてる段階から現地の視察まで同行するかっていうとしないところも多いと思うんですよ。例外もあるかもしれませんけどね、まあ、一般論としてそういう人が多いんじゃないかなと。だから僕はあんまり知名度だけで選ぶんじゃなくてね、僕の管理会社っていうのはそれぞれの拠点のもう地域密着、要はもうその地域でしか活動してないところにお願いしてます。だから知名度っていうのは正直ないんですよね。けれども僕はその人たちをパートナーにしても大正解だったと思ってますし、もう猛烈な信頼関係ですよ。だからそういうところを、まあ、紹介してもらうとか、ね、直接仲介会社から紹介が難しければ、まあその地域で不動産投資をしている詳しい方に聞くとかね、まあ、そういう形で紹介してもらうのがいいかなというふうに思いますね。で、まあ、やっぱりこっちも経営ですから、ビジネスですから、ちゃんと働いてもらわないといけませんので、まあ
密にコミュニケーションを取って相手のことを知るっていうことと信頼関係を築くっていうのはもう当然大事なんですけども、ポイントとしてはそのさっき言った地域のことをどれだけ知ってるかっていうこともそうだけども、やっぱりフットワークの軽さっていうのもめちゃくちゃ大事かなと思いますね。まあビジネスマンとしてちょっとあなたはスピードおかしくないかっていう人って絶対出てくると思いますし、私も過去そういう人と何回か出会ったことありますけどね。お客さんが例えばですよ、突然水道管が破裂しましたみたいなことって、10年もマンション持ちゃ1件ぐらい必ず出てくると思います。この時にその瞬間に対応しないと水道管から水漏れ続けるわけでしょ、床水浸しになるわけでしょ。ここをちんたらちんたらしてたらどうなりますかという話ね。いやオーナーから連絡が来ないから私動けませんねん言うてふんぞり返ってるような管理会社に任せていいんですかと。それよりもそんな緊急事態が起こった時にオーナーに連絡がつこうがつかまえがまずね、現地見に行って対応その場でするっていうような、そういうフットワークの軽い管理会社に頼まないと、こんないろんなトラブルがしょっちゅうしょっちゅう起こる中でね、ふんぞり返ってるようなやつらに任せたらこの経営なんかできっこないわけですよ。だから、もうとにかくフットワーク軽くて迅速に対応する、それはもう入居者との対応もそうだし僕との対応もそうですよね。もう両方からいろんなこと言われる中でもう最速で動いてくれるという、こういうパートナーをやっぱり選ばないといけないかなと思いますね。だからこれは僕の場合なんですけども、不動産管理会社とか、不動産業界全般そうですけども、デジタル化が非常に遅れています。やっぱりあらゆるものが紙での対応だから、やり取りが遅い人もいれば、いまだにファックス使う人もいるわけですよ。けど僕はね、もう自宅にもオフィスにもファックスっていうもの自体置いてないので、ファックスができないようにしてるんですよね。そうすると対応できませんっていう昭和な管理会社も出てきますよ。もうそういうとこは僕はもう切ってます。話もする気ありません。それよりも僕は少なくとも電話、100歩譲ってメール、できれば LINE 教えてという形で対応してます。だから、一応僕の管理会社の僕の担当者は全員僕と LINE でつながってます。僕は LINE って普段あんましない人間なんですけども、やっぱ緊急事態で一番最速でやり取りできるのが LINE か電話だと思うんですよね。で電話っていうのは向こうもお客さんと対応中とかは出れないので、ね、LINE だったらこっちから送って既読になるかどうかチェックできますよね。向こうも同じように LINE で送ってきたらすぐチェックできますよね、僕が見たかどうかってね。だから一定のコミュニケーションツールとしてはいいものだと思ってるので、僕に関しては担当者レベルと LINE でつながってます。これは向こうの会社がそういう対応しろって言ってるのか言ってないか分かりませんけども、僕は無理くり信頼関係築いて飲みに行って、で担当者と LINE 交換しているわけですよ。でもやり取りはメールとか会社への電話じゃなくて、もう直接担当者同士で LINE でやり取りをするということをしてます。だからコミュニケーションというのは最速ですよね。そうやって信頼を築きながら、もう気づいたことがあれば即スマホで送って、即回答もらってというね、こういう本当にもうキャッチボールというか二人三脚というか、ああいう形で、賃貸経営やっています。でこういうことをこうやれるパートナーがいるとですね、満室経営をしてくれるというその大きなメリットも当然あります。満室になってないとビジネスなんか成り立たないですからね、こんなものだからずっと空室がなく満室にしてもらわないといけないんですけども、空室が出た時に設定の賃料どうしましょうかとか、内装のねバリューアップをどうしましょうかとか、ああいうやり取りもすぐ取れるから、空室の期間って短くできてますしね。あと満室になったとてやっぱり周りの修繕とか掃除とかそういうのもきちんとやっていかないといけませんから、そういう報告も毎週毎週もらってますし、こっちからもいろいろ指示を出したりもしてます。そうやって、建物全体のバリューアップっていうのもずっとやってるわけですよね。だから
満室経営をしながら、まあ、インカムゲインもマックスに持っていき、で建物全体の修繕とかもしながらバリューアップをしながら、キャピタルゲインもマックスに持っていきっていうのをその管理会社を通して僕はやっているということですね。で管理会社さんもやっぱり満室経営をしながら建物全体のバリューアップをするっていうことを意識して私のために働いていただいているという、まあ、こういう本当にねこれぞウィンウィンだと僕は思いますね。なのでいかにこのいい管理会社を見つけるかっていうのがすごくポイントだと思います。まあここまでやってくれる管理会社ってさぞかしすごい管理量なんじゃないかって思われるかもしれませんけど、まあ、大体相場が賃料収入の、まあ、実賃料収入の 3% から 7% っていうのが相場じゃないかなと思うんですけれども、まあ、僕は 3% 払ってます。それはまあ向こうのいいねが 3% だったんで 3% お支払いしてますけども、まあそのようにあの今言ったようなもう神のような対応をきちんとしていただいてます。なのでまあ賃料の 3% ですからね、あの全然安いと思いますよ。それだけでもうそこまでのことをやってくれるという人がまあいるわけですからね。なのでまあ 3% から 7% の報酬でそこまでやってくれる人っていうのはまあ必ずいますのでね、どの地域にも必ずいると思いますから、まあ、あんまり法外なこと言ってくる人は、まあ、その程度だと、金のために働いてるんだっていう程度だと思って、もう切って構わないと思うんですけどもね、まあ、安くてもきちんと仕事をしていく管理会社っていうのは、世の中にはたくさんあると思いますので、まあ、そういう人を紹介しながらね、してもらいながらね、コミュニケーションを取っていって、信頼関係を築いて、迅速な、フットワークの軽い、管理をしてもらうということが成功の秘訣じゃないかなというふうに思います。はい、参考になったでしょうかね。まあなったという方はまた今日もいいねを押してから閉じていただければと思います。またいつもの通り、コメントとか感想とか下に書いておいていただければありがたいです。チャンネル登録もお願いします。シェアもお願いいたします。それでは今日はこのあたりにいたしましょう。またお会いしましょう。ありがとうございます。